江西省西部では、台風3号、茶葉の影響による大雨で水害が起き、同省洪水干ばつ対策本部によると、6日までに、甘、省の右日と、三木州市、信豊県、木原市遠州市など4区県で3540人が被災、うち344人が避難した。江西省では7月11日頃から大雨が続き、各地で河川の氾濫など水害が続いている。同省公安庁、警察によると、2、警察官延べ34万人が出動して、自宅などに取り残された住民約1万2700人を救出した。6月中旬以降、甘州市では浸水により住民が自宅などに孤立するケースが続出。警察がゴムボートを出して救出した。市内を走る高速鉄道も土砂災害などで線路が寸断。12日には甘県北駅に足止めになった乗客数百人が車で安全な地帯に運ばれた。同省警徳鎮市、楽平市、上、尿市などでも6月中旬以降、洪水で市街地が浸水。道路で動けなくなったり、自宅に取り残された住民が救助された。三峡ダムの水位が潮警戒状況まで高まった。三峡ダムの水位はすでに176、9メートルに達し、警戒水位を約上回った。水害防止対策の現状に対応し、川や湖の周辺地域では、水害防止責任制が全面的に実行され、モニタリングや警報発令が強化され、水害防止に必要な物資が十分に準備され、危険な場所を発見するための堤防パトロールが展開されている。北京市房山区の景勝地、十渡り渓谷で11日午後3時半ごろ、北京下、アキラ天通航のベル505型ヘリコプターが川に墜落し、乗員2人が死亡した。中国民用航空河北地区管理局によると、ヘリは、北京市昌平区から十渡り渓谷のヘリポートに向かい、回送飛行中で、乗客はいなかった。景勝地を散策中の観光客らに怪我はなかった。ヘリは、十渡り渓谷を流れる巨馬川に墜落。救助隊員十数人が、ゴムボートなどを使い、乗員の救出に当たった。目撃者の一人は、大きな音が聞こえた後、現場を通りかかると、テールローター、後部回転翼や、機体の破片が散乱しているのが見えたと話している。付近の観光施設の従業員によると、同管理局は十渡り渓谷で、ヘリによる遊覧飛行を行っている業者に対し、営業中止を命じるとともに、今後、安全検査を行うと伝えたという。中国では、ヘリの墜落事故がしばしば発生。昨年5月には、雲南省大理市内の湖、ジ・サンズイニミ湖でヘリ1機が水上に墜落し、乗員4人が死亡。昨年3月には、福建省アモイ市観音山沖の海上で、遊覧飛行中のヘリが落ち、乗客乗員4人が死亡した。